チェンチェン。チェンチェンチェン。なるほど。ちょっといつもとあのライブやってる感じと違って、今日は緩い感じで。1曲目はあの聞いたことある人もいると思うんですけど、ワンステップっていう曲で、あ、今日はバックダンサーなんですね。ワンステップっていう曲はですね、あのオバマが大統領になった頃に、やっぱりまあ僕らのガーナっていう国とのルーツなんですけど、黒人の人もなれるんだっていうなんかもう希望を受けた曲で、ちょっとその時の自分のまあ一人で人間が100歩歩くより100人が一歩前進した方が大きいのかなっていうような気持ちを込めて、ワンステップっていう曲です。行ってもよろしいでしょうか。もしよかったら皆さん一緒にこれできない人はあの練習してみてください。そしてクラップに変わります。 Come on。Hey, hey. One step. どれいだって自主がの時、米国大統領選挑戦、待ちに待ってた当たり前のことなのに、色分けする人々呆然。突然 Let's change the world。 地球を変えましょう。 Let's change the world。One step together, you and me. One step together, me and you. One step together, put me down. One step, one step, shorty. One step, o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 ne step. ありがとうございます。改めまして今日は皆さん、デビットのバースデーパーティー本当に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。デビットは果たしてどんな子供だったかいいですね。そうですね、昔々あるところに野口によっていう人がいました。そこからそこからその野口でっていう人は南米とかアフリカのいろんな病気を治しているうちに、最後はガーナっていう国で亡くなりました。そしてある時に矢野光昭っていう人がいました。その人はハワイで早稲田大学出身で、ハワイで建設やってて、ある時に社長にですね、矢野君、君英語も結構スピークグッドだから、ちょっとガーナでも行って野口家の記念館を立ちに行けないかということで、僕らの父親はガーナに送られまして、記念館を建てるために頑張って、その記念館をできる前に僕らができたんですが、そこは置いといて、はい、デビットはどんな子供でしたか。そうですね、どうやら早かったみたいな。ロールが高すぎて 100m 10秒しないんで、ちょっと人と違うんですよ。で、僕と三章よくね、外で暴れてる方の子供で、まあ、猿を飼ってて、その猿がよく逃げたりとか、まあ、その逃げる家を作ったのが僕なんですけど、でいつも僕らは外で遊んでる時に中見ると、日が入って、なんか緑の木があって、その隙間からの太陽で本読んでて、外の俺たちをちょっと見てまた本読んでた。そう、昔から目が悪くてね、なんか夢を抱いてたんですけど、今 NPO やっております。はい、結構人をからかったりとか冗談が好きで、ちょっとなんかヴァンパイアの映画見て、なんかデレレレっていう怖くなる時の音をやると、やめろやめろって言って、もう本当にね、真面目だったんですね。怖い怖い。で、まあ日本に僕らはまあ来ることになって、まあ実はしてる人もいるかもしれないですけど、まあガーナって僕らいた時はすごい治安悪くて、クーデーターとか起きたり、大統領が変わる時とか、銀行にもね信用できなくて、国がもうその時に僕らの父親が日本人だから、やっぱ他のお家とちょっと違かったんですね。で、まあ、ある時に50人ぐらいの盗賊にお家が襲われて、まあ結構三四郎は覚えてないんですけど、そのショックで2週間ぐらい口聞けなくなったりとか、まあそうですね、まあお家が襲われてですね、で、まあ父親が自分らの部屋に夜中急に来て、デビットと自分の2段ベッドから2人と自分のショットガン、でかい方の拳銃をベッドの下に置いて、ピストルで発砲しようとしたんですよ、窓から入ってくる。でも
たまたま壊れてて、それを捨てた瞬間にあぐらをかいて、もう見る見るうちの親父がもうベッドの下から見てたら囲まれて、もう殺そうとしてる人もいるし、で逆にもう父親があぐらかいて俺を殺せって、ただ奥さんと子供だけだよ手出すなんて、お金はあっちにあるから全部持っていけって言ったら、もう父親のね、あのそういう日本人のまあ山戸直しと言われる人たちのそういう精神的な強い部分が出て、ガーナ人も多分見たことなくてどうしていいか分からなくて、最近うちらが聞いたら実は殺そうとした人とやめろって言った人たちが逆に5人ぐらい死んじゃったみたいで、その殺すのやめさせようとしたりとかっていう、そうですね、まあそういう、まあガーナだからアフリカだからそういう悪い人ばっかじゃないんですよね、あのそういうふうにそういう状態でもそういう意思を持った人がいたりとかして、まあそれが理由で僕らは日本に父親がちょっと危険だということで日本に来て、そこから本当に見習いと、でまあいろいろあったんですけど、あの最終的にデビューとかこういうふうに NPO とか言って、時間気にしたのか、あ今日全然大丈夫、今日大丈夫お前後ろでいろいろ動くのよ、なんかプレッシャーが来るよねえねえ、まあみんなそろそろ人数いろいろだと思いますけど、その中でも自分はやっぱりあのリアルタイムで弟たちと一緒に育ってきて本当によく頑張ってるなと思います。今日本当に皆さんもっと喋りたかったですけどあの仲間内の後ろからのプレッシャーがあったもんで申し訳ないです。次の曲、次の曲どうつなげるか、みんなで一つなる曲、どんな曲、レッツでピントン、おーこれは立たないといけない曲ですね、あ座っても大丈夫です、はい、ませんこれは手叩いて足踏みっていう、みんなで楽しくできない人はね、あのここの中でとか一つに本当になりたい曲なので、フルパワーで、はい、では次の曲はレッツゲットイットオンですね、カタカナで言うと、はい、カフェショ大丈夫、大事なとこだからね、バンクゼミ通報まで G3456 7 8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 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. One took the L, took the E, 10, 10. Put your hands up and clap back. Let's get it on. So clap your hands like this. See the action like this. No bumps from down up through the high, no party. Let's get on. Put your hands up and clap back. Woo! 今を真剣に踊った方は42キャロリーぐらい減ったんじゃないかと思いますけど、どうぞ食べてくださいね。そのためのレッツキッティとかね。三四郎もたまにはちょっと喋る。デイビッドのなんか伝説的な話とかない？デイビッド、そうです、皆さんが思っている印象と、やっぱ兄弟とか家族や、やめとく？とりあえずいいんじゃない？うん、まあデイビッドはやっぱ昔すごい大人しかったよね。大人しくて結構変わっていて、で自分もそうなんですけど、結構漫画とかアニメが好きだったんですけど、デイビッドも結構漫画とか見てて、で自分はまあ大体その主人公とかこの一番こうかっこいいキャラクターが好きなんですけど、デイビッドはなぜかこう悪役とかまあガンダムでいうとガンダムでいうとそのザクとか、分からない分からない眉毛曲がりなかったから、ね、そうだね。ドラゴンボールでいうと誰？誰？セブ。全然のチョイスだね。チンパルコで言うとそれ。チンパルコちゃん。難しいですね。もうなんかすっごいネクラだったんですよ。人の顔見て喋れなくて、で僕高校に入って女の人と女子高生の同じ年代の人とちゃんと顔見て話せるなったのに。3年かかったんですよ。3年の秋に初めて女性と話せるようになって、はい、それは知らない。そこまでもいいね。すごいなんかもう学校に行くたんびにすごい緊張してて、本当にコミュニケーション能力が非常に低かったんですよ。で3年なんとか卒業するまでなんとかしなきゃいけないって言ってなんとか話せるようになったんだけど、卒業した時点で携帯番号を知ってる友達が一人しかいなくて、この人生やばいなって。誰？翼いや翼は含まれない。含まれない。ちょっと話が通じない。友達が今日何人か、あ、一人か来てて、まあでも本当に昔からの友達も何人か来てて、で何の話をしたんだっけ。
翼、あ、そう、その翼っていうのは僕らの兄弟みたいな、もう本当ずっと一緒にいて、そうそう、今自衛隊になったんだよね。そうだ、自衛隊。翼はもう、自分も小学校も一緒で、まあ、施設も同じだったんですけど、ちょっと翼の話になってないですか。もう、翼が大好きみたいな。ゼロに戻さないで。じゃあちょっと、次回で、はい、翼の話は。次に行っちゃっていい？はい、次。OK、OK。ほんと普通にライブしてたらこんなに喋れないんで、すいませんね。今日だけはご勘弁ください。いろんな話が逆に切るんで。